カールはゼネラルモーターズが製造、オペルブランドで販売していた自動車である。カール、ビーバは2014年12月3日に写真が公開された。2015年夏から販売を開始。カール、ビーバは鈴木からの OEM 車種であったアギーラにとって変わる車種である。また、欧州市場では2015年末をもってシボレーが撤退して GM の大衆車ブランドが オペル、ボックスホールに一本化されたが、絞れで最小最廉価であったスパークに代わる車種でもある。製造は、スパーク同様韓国 GM の証言工場で行われた。ボディタイプは5ドアハッチバックのみであり、オペル、ボックスホール最小の車種であり、アダムがプレミアムコンパクト志向なのに対して、カール、ビーバは1万ユーロを切る低価格で販売される。エンジンは、新開発の エコテック直列3気筒1.0リットルで 75PS を発揮する。カール・ビーバにはインテリリンクインフォテインメントシステムが搭載されており、iOS および Android デバイスとシームレスに連携することができる。2018年10月10日、オペルとボックスホールは、アダム・カール・ビーバ・カスケーダを2019年末で販売終了すると発表した。 これらの車種の後継は作られず、より市場規模の大きい SUV に注力する方針を示している。ビンファスト・ファディル2018年11月、ベトナムのビンファストがファディルを発表し、翌年から発売開始した。ファディルはカール・ビーバのリバチ車種であり、ビンファストが GM から技術供与を受けて、GM ベトナムから取得した配本工場で製造している。 社名は創業者、アダム・オペルの長男カール・オペルに由来する。ありがとうございます。